東急選手ワイドウには、2019年7月6日から10月5日まで、琉球放送で、全13話の放送が予定されている、特撮テレビドラマ。2018年4月7日から6月9日まで、琉球放送で、全10話放送された、東急選手ワイドの続編。シーズン1に引き続き、主要キャストは全員沖縄県出身。打鳥クラブのリーダー肥後勝弘や、 ダンスグループ MAX のナ,ナなどが出演。主題歌には沖縄県うるま市出身の HYMAX エンディング曲には石垣島出身の夏川リミ、そばにいてが起用されている。ロケ地を沖縄県内のみならず、鹿児島県奄美群島東牛の島で知られる徳之島も舞台として加わる。世界に終わりをもたらす存在小読みの王、デッキ王の復活をめぐるストーリー。 前作のキャストに加え、沖縄出身ダンスグループ MAX の7演じる、野呂城地など、新キャラクターが多数登場する。ワイドーはもともと闘牛が盛んなことで有名な、沖縄県中部に位置するウルマ市のローカルヒーローであり、2013年に闘牛実況アナウンサーの伊波博史により考案され、これまで市内の様々なイベントで活動している。テレビ化に伴い、デザインは、 週刊ビッグコミックスピリッツ連載の特撮が画画作者の庭庭に,によるものに改められた。ウシナーたちとの最後の戦いから月日は流れ、沖縄には平和な日々が訪れていた。そんなある日、ガイの首飾りが反応する。また人が牛に変えられてしまったのだ。ウシナーたちのボス、カミヤーの仕業だと疑わない。 勢いや、ミヤーの仕業だとは思えない、害。そんな二人の前に現れたのは、初めて見るウシナーだった。時を、同じくして、闘牛連合会に姿を現したのは、ジョーと名乗るノロ。ウシナー縄歌器と呼ばれる地に、六つの暦がそれぞれ、封印されているという。そして、明らかになる衝撃の事実。すべての封印が解かれた時、この世の終わりをもたらす存在暦の王。 列強が復活する。6つの封印をめぐり、ワイドーたちの新たな戦いの封が、今切られる。封切り戦2019年7月6日13時54分、2番戦2019年7月8日13時54分、3番戦2019年7月27日13時54分、4番戦2019年8月3日13時54分、 5番線2019年8月10日13時54分、6番線2019年8月17日13時54分、7番線2019年8月24日14時54分、8番線2019年8月31日13時54分、9番線2019年9月7日13時54分、 10番線2019年9月14日13時54分、11番線2019年9月21日13時54分、12番線2019年9月28日15時24分、最終戦2019年10月5日13時54分。ありがとうございます。